のこのとんでもないスペックのステータスは。ああ、なんてついてるのかしら私。来たれ竜宮院せいや。やだかっこいい。せめて入念な準備はさせてもらう。部屋に入るときはノックくらいしたらどうだ。ならない。ではこの鋼の鎧を3つくれ。ちょっと待った。鎧そんなにいらなくない。着る用スペア、スペアがなくなったときのスペアだ。鎧マニアかい。まだだ。アトミックスプリットスラッシュ。もう一回アトミックスプリットスラッシュいったー。何？はじめまして、女神様と勇者様。私、魔王軍直属四天王が一人、ケオスマキナですわ。魔王様は随分と勇者を警戒なさっていたの。私は気にしなくていいと思ってたけど、でもね。いけない。これは早めに片付けないといけないわ。どうする、せいや。あ、逃げたー。躊躇なく逃げるとはいい判断ね。女神を置いて逃げるの。何すんのよ。トレーニングの邪魔だ。出て行け。レディーパーフェクトリー。開け、異界の。一旦何すんのよ。バカか。もっと離れた場所にしろ。妙な雑菌がついたかもしれん。ついてねえよ。ちゃんと噛み上がってるっての。なんだと、こんなバカな。もう一度能力投資を。プロテクト。こうなったら意地でも見てやる。うなれ、メガネックパワー。念のためだ。それってグレーターデーモンの消し積み。まさか。王妃マキシマムインフェルノ。果物屋のジェニーが燃えてるぞ。もうやめろ、ジェニーさん燃えてるから。頼むから町を出て行ってくれ。ゲン、俺の稽古はとてつもなく厳しい。人間ごときに耐えられるかどうかわからんぞ。大したものだ。そうですか。まだまだ俺にはかなわんがな。くそ、俺の本当の実力を出せればよいのだがな。私、聖夜の担当女神なので。やめてくれ、今は昼休憩だろう。すいません。なりなりのり。ギャー、セルセウス様。静かにしろ。もう俺の3倍は強いと言ってるのに、100倍は強くならねば安心できんなどという。剣なんて嫌だ。もう見たくない。セルセウス様。嫌だ。もう大丈夫か、このおっさん。いいよ。私教えるの好きだから。怖っ。急に何です。せいやとの稽古を思い出したら楽しくなってきて。おい、アデネラ、早く続きをやるぞ。今行くよ。あ、アデネラ様。あれは天才だ。私が唯一認める人間だ。そして稽古には感謝している。
だが一緒にいたいとか全く意味がわからん。以上、さらばだ。レディーパーフェクトリー。おーい、それどころじゃねえだろ。アデネラ様いませんか。リステルテ、お前が帰ってきてるってことは、あの勇者も帰ってきてるんだね。本気でセイヤと戦う気だわ。抜けセイヤ、本家本元の連撃剣を見せてやる。アテネラ、元気か。許さん、髪がひどいな。少し溶かした方がいい。許さん。お前がいると邪魔で目障りで鬱陶しい。さっさとあっちへ行く。